この賃料返ってきて、まあ、使うかどうかっていうね判断があったし、で実際に動きを見て決めたんですけどね、まあ、彼自身も明るい顔して帰ってきたし、まあ、やりたいっていうね、あの人づてに聞いてじゃなくて彼の顔を見てプレーを見てどうかなと思ったら、これは途中からでもとかいろいろ思ってたんですけど、まあ、これは最初行けるところまで使った方がいいということでね、使って、で彼が入ってまたいいリズムがね、そのマリノス戦も出てて、試合だと思うんですよ。その中でああいう失点を3失点してしまう自分らのね、まだまだメンタル的にも弱いし、まだ甘いってことを痛感されたゲーム、まあ、昨シーズンのね一番のあと一歩届かないレッズの弱さが出てしまったんじゃないかなと思いますけど、 2-2 の後もガクッとしてないで点取りに行ったことだけは俺は評価するよと、選手に 2-2 で延長でいいやと思わなかった、90分で勝つんだと、それは俺あの褒めてやるよっていうか、ただそれで取れなかったとかその後やれちゃったことは悪いけど、あのチームが成長してきたっていうふうに俺はあの試合は思いましたけど、だそこをあの勝てるような風になったりね、悪くてもこう延長に持っていけるっていうふうに変えていければもっと上になるかなっていうふうに思いますけど、